ああ、来ていただけましたか。準備はできているので、どうぞ。ああ、しかし、やり方がわからないんだが。大丈夫、僕が隣でバッチリ教えますから。ライブチャットなら、このサイトがおすすめですよ。そのアイコンを2回クリックしてください。アイコン、これをこうか。ええ、これでライブチャットサイトにつながりました。女の子の写真をクリックすればチャットが始まりますよ。簡単でしょ。あ、チャットは普通にキーボードで入力してエンターを押すだけで OK ですから。それができれば苦労はしねえんだが。あ、この女の子なんかいいんじゃないですかね。よし、この子だな。ええ、入室できましたね。これでライブチャット開始ですよ。簡単でしょ。うん、こんにちは、はじめましてかな。おい、話しかけてきたぞ。大丈夫、普通のことですので。さ、キーボードを打って返答しましょう。ああ、だがこういう時はなんて打てばいいんだ。とりあえず挨拶や褒めから入ってみては。かわいいねとかチュリースとか。わかった。かわいいねとどうだ。かわいいですか。嬉しい。おお、照れてますよ。好感触だったみたいですね。なるほどな、こうやって会話するのか。ええ、さあこの調子でガンガンチャットしていきますよ。たのしいぜっと。私も楽しいよ。いやー、あなたってチャットのセンスありますね。女の子すっかりご機嫌じゃないですか。はじめはどうなることかと思ったが、慣れたらなかなか楽しいもんだな。ふん、そうでしょ。ですが、ライブチャットの本当のお楽しみは。え？他にも何かあるのか。それはですね、お、来ましたよ。楽しませてくれたお礼にサービスしちゃおうかな。うわ、脱ぎ始めたぞ。おい、これどうすりゃいいんだ。これは見せてくれてるんです。ライブチャットとはそういうもんなんです。そうなのか。これがライブチャット。そうなんです。さあ、ここからが本当の始まりですよ。うん、おお、これはなかなか。なんと。もっと見せてって打ってみてください。もっと見せて。ワンダフォー。これは、はあ、お疲れ様でした。どうでした、ライブチャットは。楽しかったでしょ。はあ、なんというか充実した時間だったな。まあ、お前がハマったのもわからねえでもねえな。でしょう。だが浮気じゃないにせよ、彼女を放っておいてまでやるのは賛成できねえな。実はその件についてずっと考えてたんですけど、僕一つの結論にたどり着きまして。結論？はい、僕には彼女なんて必要ないと思うんです。え？だって彼女よりもライブチャットの方が魅力的なんですもん。そう思いません？
あんなすぐ怒るヒステリー女よりチャットレディの方が100倍優しいし可愛いし、そもそも彼女がいるとチャットする時間が減っちゃいますからね。だったら最初からいない方がいいんですよ。それならチャットし放題ですよ。いや、まあそうかもしれないが。よし、今日から心機一転、これからはライブチャットと共に生きていきます。では僕はチャットしに行くので、これでまたどこかでお会いしましょう。今度会う時はチャットルームかもしれませんね。ではでは。ああ。ライブチャット。